ました。ケンマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、これね、じゃがいもですよ。じゃがいも買ってきたんで、今日はね、じゃがいも使って一品やります。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、じゃがいもね、4つね、あらかじめちょっともう皮剥いときましたね。はい、それから、はい、豚バラスライスが 200g、玉ねぎ1個、あとこれですね、白滝1袋、それからニンニクを2かけ。はい、こんだけです。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まずじゃがいもですけどね、これはね、まあ、中間ぐらいの大きさですけどね、こんな感じで、どうしようかな。少し、こんな感じで、半分を4等分にしましたね。はい。ってことは、1個を8等分する感じですかね。こういうふうに、こう、真ん中入れて、ね、これも、長と。はい、こんな感じで全部切っていきます。はい、こんな感じね。よし、そしたらね、はい、白滝なんですけど、これ、アク抜き不要の商品ですね。なんで、これ、ちょっと水切って、なんていうかな、食べやすい大きさにちょっとざっくり切っていきますね。はい、まず、水切っていきます。よし、はい、しっかりね、この、水切るだけじゃなくて、袋から出して、しっかり水洗いしてくださいね。アク抜き不要ですけど、やっぱり、なんていうかな、一応、こんにゃくの独特の匂いっていうのは残ってるんで、まあ、袋から出した際には、しっかり水洗いしてくださいね。で、こんな感じで、ザルに開けて、で、このまんまだとこういうふうに長いので、これだと食べづらいので、まあね、包丁で切ってもいいですけど、このままね、水切りしながらこんな感じで、キッチンバサミで切っちゃうのもいいかと思います。これだと楽なんでね。よし、はい、こんな感じで、まあ、ざっくりね、食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じね。はい、OK です。はい、そしたら、はい、玉ねぎちゃんですけど、玉ねぎもね、今日はね、何作ろうかって言うと、肉じゃが作ろうかなと思ったんですけど、今日は前もね、醤油味の普通のやつはやってるんで、今日ちょっとね、塩味で肉じゃが作ってみようと思ってますよ。ってことで、まあ、じゃがいもと一緒に煮るんで、玉ねぎはね、少し大きめでいいと思います。こんな感じで、まあ、1センチぐらいかな。の形で、こんな感じで、ちょっと厚めに切ります。はい、そしたら、ニンニクは、まあ、こんな感じで、まあ、細かいね、スライスでいいですね、今日は。スライスにし、1ミリぐらいのスライスにします。はい。そしたら、はい、豚バラちゃんは食べやすい大きさに、だいたい2センチぐらいに、こんな感じでカットしていきます。はい、こんな感じね。はい。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まず油大さじ1杯。はい。そしたらまずね、はい、ニンニクちゃんだね。はい、ニンニクちゃん炒めていきます。はい。よし。さあ、こんな感じで、ニンニクをさーっと最初少しだけ香り出してね。はい。で、これはあんま、もう白く揚げたいんで、あんまり焦げ目つけない感じの時に、もう、豚肉入れちゃいます。はい。こんな感じでね、もうね、豚肉に完全に火通らなくてもいいですよ。もうある程度、こんな感じで、豚肉をばらして、半分ぐらい火通ったところで、はい、もう全部の材料入れてます。はい、玉ねぎちゃん。はい。はい、それに、はい、じゃがいもね、はい、バン入れてます。よし、こんな感じでしっかり油を最初回してあげます。はい。はい、こんな感じでしばらく、はい、こんな感じでしばらく炒めていくと、はいね、大体ね、もう豚肉にも火が通って、はい、周りのお野菜にも油が回ってね、ちょっと玉ねぎなんかは半透明になってきますね。はい、ここまでしたら、はい、はい、そしたら、はい、ここにね、はい、お水ね、お水バッチリ、はい、パン入れちゃいます。はい。よし。はい、そしたらね、なんとね、忘れてましたね。これ、白滝入れるの忘れてた。まあ、炒める段階に入れたかったんですけどね。まあ、これ大丈夫です。まあ、あとでこれ入れちゃえば大丈夫です。はい。こんな感じで、白滝も入れちゃって、はいはい。そしたらね、はい、今日の味付けいきます。はい、今日の味付け、はい、お酒、はい。よいしょっと。お酒大さじ2杯。はい、こんな感じで入れて、はい。はい、そしたらね、はい、今日もは同じに、はい、ソーミシャンタン。はい、こちらをね、はい、こんな感じで大さじ1杯入れます。はい。はい、そしたらね、はい、味のアクセントで、はい、ブラックペッパーね、これちょっとね、ちょっと多めに入れて、はい。
さあこんな感じでじゃがいもがふつふつと、ね、このまま弱火で、じゃがいもが柔らかくなるまで煮ていきます。そしたらねこんな感じでキッチンペーパーねこれ真ん中ちょっとだけ開けて、はい、こんな感じで落とし蓋の代わりにしてあげると、で少ない煮汁でもこう対流してしっかり素材に味が染みますからね。はい、よし、はい、このような状態でじゃがいもが柔らかくなるまで、そうですね、まあ約10分ぐらいですか。はい、こんな感じでとりあえず煮ていきます。はい、あれからね10分間一応煮てみましたね。はい、今どんな状況ですかね、ちょっと確認してみますね。わー、こんな感じか。よし、そしたらちょっとじゃがいもの方をちょっとこう刺してみて、あー、なかなかいい感じだな。ちょっと待ってね、端の方はどうかな。よし、はい、こんな感じで爪楊枝がもう本当にスーってもう何の力もなく入るようになったら、はい、もう完成ですね。はい、そしたら、はい、ここでまあ完成なんですけど、まあ一応ね、味見をして、ちょっとね、最後味見してみます。わー、いい味出てんね。うん。ってことで、これでもうじゃがいもにも火が通ってるので、はい、これで、キッチンペーパーを取り外して、はい、もう完成です。はい。はい、そしたらね、はい、出来たての塩肉じゃがちゃんを、はいね、器にね、食べるだけこう、好きなだけたっぷり乗っけて、ふい。はい、そしたらね、はい、たっぷりスープもかけて、よいしょ。はい、そしたらね、はい、最後に、はい、万能ネギだね。万能ネギたっぷりこんな感じで乗っけてあげて、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、塩肉じゃがの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じね、はい、こんな感じですよ。はいはい、美味しそうに取れてるかな、美味しそうですよ。はい。ってことで、じゃあ早速これをおかずに今日もいっぱいやりたいと思います。はい、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。美味しい、もうめっちゃ美味しい、はい、ってことで、はいはい、今日の感じこんな感じだよ。はいはい、美味しそうに取れてっかな、よいしょ。よし、じゃあ早速ね食べてみたいと思います。いただきます。いやー、爽やかなね感じだね、まあ、塩味で、じゃあねまずじゃがいもいってみます。いただきます。うん、これはめちゃめちゃ美味しい。いや、優しい味だなこれ。優しい、すごい優しくて、なんていうかな、こうじゃがいものね本来の味がねダイレクトに来てね、これは本当にいつものじゃがいもとはまた違いますね。でちょっとこうブラックペッパー効かしてね、ね、玉ねぎとチョプタンにねいってみます。あー、やばい、おいしい。玉ねぎトロトロ、うん、ね、じゃがいももトロトロしてて、それにこの豚肉のコクですよね。うん、それにちょっとね白滝はどうかな。よし、はい、白滝ちゃん、あー、いいね。うん、でこのなんていうかスープもね、あー、いい味してる、これ。ほんとね、じゃがいものね、コクが、なんていうかな、なんていうかこう、うん、さらっとした、なんていうか、クリームシチューみたいなイメージですね。こう、じゃがいものとろみが少し入ってて、で、じゃがいもの甘さ、豚肉、で、鶏ガラスープのコクとね。いやいやいや、これ、なかなかのね、いい感じですよ。まあ、これからね、夏に向けて、いつもの、肉じゃがもいいんですけど、こういうさっぱりしたね、さっぱりした塩味だけのこのじゃがいも本来のね味がこうグッと引き立つこの塩肉じゃが、これもなかなかいいと思いますよ。うーん、おいしい。うん、でちょっとペッパー効かしてね。まあそんでこれ、まあなんだろう、このすごいシンプルな味なんで、とてもね、なんていうのかな、このまま全然美味しいんですけど、まあさっきも大量使ってね、これこの分量のまあ3倍ぐらいあるんですけど、まあそれまあ小分けにして食べるもよし、あれなんですけど、
あの途中でね味変させたかったら、もしあれだったらあのなんていうかな、まあこれでやっちゃおうか。まあ例えば味ぽんなんか僕いいと思うんでね、このなんかすごいシンプルな味だからこそ、ほんの少しこうあの味ぽんで、なんていうの、豚肉には要は塩味のこう豚肉じゃないですか。それにじゃがいもも癖がない味なんで、これにちょっと、味ぽんを足すだけで少し醤油の風味が入ってね、美味しいんじゃないかな。いただきます。うん、合う。うん、だからこのまあ二度美味しいですよね。このまずシンプルなの、本当に雑味のないこの塩肉じゃが、まずそれで楽しんで、これポン酢入れるとちょっとこう味がね、酸味とあの醤油の風味が入って、あの引き締まりますね。これはね、まあ鍋と同じ料理だよね。まあだからシンプルな塩味にポン酢っていうのはまあ合うんでね。だからこうやってこうちょっと味変させて楽しむっていうのも、この塩肉じゃがならではの楽しみ方じゃないかな。うん、ポン酢は間違いなく。で、もう一個考えたのは、ポン酢にさらにラー油、これはね、シンプルだからこそこういうのがさらに生きてくるんじゃないかな。こんな感じでちょっとラー油垂らして、ポン酢、ラー油を足した感じで、うん、じゃあどんな感じになるかな。よし、じゃあいただきます。うん、合う。もうこれはね、うん、3回楽しめちゃうね。これ最初のもうシンプルなね、あの塩味いただいて、ポン酢入れて、でさらにちょっとラー油効かしてね、もう最終的にはなんかちょっと醤油のラー油の効いたさっぱりした肉じゃがみたいな感じになりますけど、まあどのパターンでも美味しくいただける。もうもうじゃがいもホクホクだし、うん、美味しい。ってことで、たまにはね、いつものじゃがい、あの肉じゃがからちょっと変化球して、さっぱり塩味の肉じゃがこんな感じで作って、でまあ飽きたらこんなねポン酢とかラー油とかでカスタマイズしながらこうね、楽しむっていう食べ方いかがでしょうか。ってことで、はい、今日の簡単料理ね、はい、超簡単、さっぱり塩肉じゃが、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。